Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみホイップ人生相談。こんにちは、仁村篤人です。先日一本下駄を履いて下校する子供がいました。こんな時代に珍しいなぁと思いました。さあそれでは本日のいけるかいやいけるか本日の相談者はじゃないんですよ仁村さん。嘘じゃん。いや嘘じゃないのよ。これ嘘じゃないの。一本下駄履いてる。びっくりした。もういるわけないじゃん。もういたのよ。戦後のバンカラの時代じゃないんだからさ。これは嘘じゃないの。本当にいて、おーすごいと。これは嘘じゃないの。天狗の子なの。いや、知らない。親の教育方針なんでしょうけど、いたんですよ。はい。本日の相談者です。匿名希望、女性の方からいただきました。旦那29歳、某運送会社勤務。先日下の子が生まれて子供2人の4人家族です。旦那は婿養子に入ってくれて、現在2歳の上の子が小学校に上がるタイミングで私の実家の田舎へ引っ越し農業を継ぐ予定です。某運送会社はブラックで、旦那の帰る時間は平均22時からひどいと朝の3時になります。子供に会える時間もほぼなく、もともとヘルニアなのもあり、体も心もヘロヘロ。それだけ勤めても手取り20ほど。波がありますが、旦那も時折辞めたいと言います。今より農家を継いだ方が時間は余裕が出ます。子供たちとももっと関わってあげられると思います。けど農家の規模が小さいので給料が増えるかは怪しい。田舎なので今よりうんと不便になる。子供も学校やらの選択肢がうんと狭くなる。田舎ならではの町内会のようなものへの加入がすごいなど、正直私は田舎に家業を継ぎに田舎へ戻るのは乗り気じゃないです。旦那は婿養子になると決めた時点で農家を継ぎたいと思ってくれているようですが、正直義務感のみという気がしています。うちの両親は無理に継がなくていいよというスタンスなので、何度か旦那にもそのことを話しましたが、義理人情みたいな人なので受け入れません。しかし旦那も継ぐよりこっちにいた方が子供たちや老後のためにはいいという気持ちはあります。しかし旦那は諸事情によりあと5年ほどお金を借りることができず、私もパート勤務なので大きい額は借りれそうになく、我が家は貯蓄もないためここで暮らすとなると家を建てるなどの大きい費用の工面が厳しいです。運送会社で今後出世または給料が上がりそうと旦那は言いますが、ボーナスもろくに出ないので私は信用していません。そうなると実家に帰るべきなのか、田舎へ帰ったら同居はせず、おばあちゃんの家を譲り受ける予定です。どうするのがいいのか、悶々と悩んでいます。はっきりしないお悩みですが、何かお言葉をいただけたら幸いです。というお悩みでございます。さあ、こんな、匿名希望さんのお悩みに答えていただくのは、ホイップ坊や先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ガチのテレフォン人生相談みたいになってきて、驚いております。そうですね。本家でもありえそうな。いや、本当だね。切実な悩みですね。本当に切実ですね。こういうの来るようになりましたね。そうですね。まあ、本当に、匿名希望、まあ女性の方からのですね、うん、自分の家族関係とか、その将来についての不安ですよね。これをやっぱホイップ先生にぜひ解決していただきたいと、うん、お言葉をいただきたいというお悩みでございますけれども。いや、これはもうめちゃくちゃタイムリーですね、僕にとっても。なるほど。全く同じことで、うん、僕もつい数ヶ月前までめちゃくちゃ悩んでたんですよ。はい。なので、非常に共感いたします。そして、ちょっと正解は出せないっていうことはあらかじめ言わせていただきます。はい、うん、僕がこう思ったよっていうことと、うん、僕の経験談をつらつら言うだけになりますけれども、はい、ご了承くださいませ。うん、まあ、簡単に言うと、田舎暮らしで、
安定と得るか、うん、都会暮らしで激務と便利さを取るか、はい、みたいなところだと思うんですよ。そうですね。かなり単純化していますけどね、うん、はい、すごく雑に分けているけれども、でこれってメリットとデメリットって、うん、双方上げればキリがないはずなんですよ、うん、はい、でまあ個々人の状況もありますでしょうし、うん、僕もねついこの間8月に、結婚しまして新居に一緒に住むようになったんですけれども、うん、はい、結構まあ都会の方なんですよ、うん、でもギリギリまで、うん、東京出ようと、うん、妻の実家の方に、はい、移り住もうかなっていう考えがあったんですよね、はい、僕のワイフは、関東のまあとある県なんですけれども、うん、まあやっぱり東京からはちょっと離れているところなんですよね、うん、はい、でどうしようかってずっと相談してたんですよ、うんうん、まあ、僕としては向こうに入ってる時点で、うん、まあ、向こうのご両親とは一蓮托生のつもりでいますし、うん、まあ、娘がね近くにいるっていうのは、まあ、ご両親にとっても絶対安心じゃないですか、うん、はい、そして何より家賃もだいぶ抑えられるわけですよ、うん、都会の、まあね、田舎暮らしの一つメリットですよね、うんうん、都会に住むより全然この値段でこのクラスの部屋住めんの、うん、っていうのが、はい、やっぱすごく魅力的に映った、うんうん、で、なんだったら車も持てますし。はいはい、で、僕は、一方で、まあ、都会の方にいるメリットとしては、まあ、僕が東京好きだから楽しいっていうこともありますし、まあ、友達とかも来やすくなるでしょう。はい、でこれね、どうしようかなと、本当にずっと悩んでたんですよね。うんうん、まあ、でも、僕としては、将来、子供ができるっていうことも考えて、うん、狭々住宅に住むわけにもいかんし、はいはいはい、まあ、やっぱ、ご実家の近くにいれば、うん、ご両親に助けてもらうこともできるし、うん、また僕らが助けることもできるから、うん、まあ、8、2ぐらいで、うん、東京出るっていう方向で僕考えてたんですよ、うんうんうん、でもねこれワイフが全然いい顔しなくて、うん、みたいな感じなんだよ。なるほどね。どうしてこんなにワイフにとってもメリット多いのに、うん、なんで、うんうん、思ってたんですけれども、はい、後々気づいたことではありますが、うん、私のせいにしないでよっていう思い結構あったんじゃないかなと思って。なるほどね。はっきりそう言われたことではないですけどね、はい、例えば、まあ、確かにね地方に住むっていうのは東京に住んでるよりは楽しくないだろうし、うん、そして僕自身もね東京から離れて、うん、まあ、芸事をどんどんセーブしていっていずれフェードアウトしていくんじゃないかなーっていう予感もあったんですよ、うん、なるほど、うんうんうん、その匂いを感じ取ってのワイフのいや私のせいにしないでよっていう不満顔だったのではないかなって思うようになりました、ね、うんうんうん、あなたが芸事を辞めるための言い訳に使わないでっていう、うん、家族のためであったり、はいはい、ご両親のためであったりっていうことをね、うんうんうん、言ってたけれども、それって自分の意志の弱さを隠すための、うん、ずるいおためごかしを言っていた部分、ゼロパーかっていうと全然そんなことはなかったな、確かに。30-40%ぐらいあった気は確かにするな、思ったんですよね。それはまあ後から気づいたことですけれども、うん、やっぱその時に思ったのが、誰かに罪悪感を抱かせるなら、それはそんなにいい選択肢じゃないんだろうな、と。うん、いうことを。なるほど。学びましたね。はいはい、やっぱり家族のためとか、妻のためとか、子供のためとかって、実際はそうだとしても、相手にそう思わせた時点で、すでにちょっと失敗しているというか、例えば考えてみてください。僕に子供が生まれましたと。で僕が、まあ、子供が生まれたから、芸事を辞めたとしますよね。子供生まれた後に、僕が生まれたから父さんはやりたいことを諦めたんだなって思わせたら、子供、自己肯定感爆下がりじゃないですか。ああ、確かにね。だから、自己犠牲っていうのは全然美談じゃないんですよね。なるほど。そういう意味で、まあ、旦那様の、決断っていうのはね、まあ、
確定じゃないんだろうけど、現状、うん、現在今相談者さんである奥様に義務感ペーなって思われてる時点で、ちょっと旦那様は実は失敗してるんですよ、それ。なるほどね。うんうん、俺本心から農業やりてー、継ぎてー、志すんだ、新しいことをって言ってんだったらベストだったよねーっていうのが一個。はいはいはい。もしかしたら奥様も、いや私のためっていう決断だったら、それそんなに私嬉しくないけどって思い、終わりなんじゃないかなーと思ったりします。はいはいはい。で、まぁ、ちょっと話戻りまして、うん、僕も、その、都会に住むか、田舎に住むかっていうことで、ずっと悩んでた数ヶ月前ですけれども、はい、三村さんにですね、はい、相談したんですよ。はいはいはい。まぁ、覚えてらっしゃると思いますけれども、うん、いやー、どうしようか考えてんですよね、つって、やっぱり、ワイフの実家の近くだったら、こんだけ家賃が安くて、うん、で、子供ができた時、うん、まあ、ここ子供部屋に当てられるし、うんぬんかんぬん。まあね、うんうん。どうしたらいいですかね。でもやっぱり東京に住んでいるっていうことの楽しさであったり、こう精神的なモチベーションの上がり方っていうのも絶対あって、はい、みたいなことをうだうだ言ってたら、珍しく二村さんがアドバイスくれました。うん、はい、いや、あのさ、生活状況なんて予想全然つかないよっつって、うんうん、2年3年で状況コロコロ変わっていくからと、うん、そうね、うん、子供ができた時のこと考えてるけれども、今後何人できるかもわからないし、そもそもできない可能性だってあるわけよ、うん、今の2人にとってぴったりの家を選んだ方がいいよ、うん、三村さん言ってくれまして、はいはいはい、うん、いいこと言いましたね。偉そうなこと言うんじゃねえって心の中で思ってごめんなさい、え、兄貴分ずらして偉そうなこと言いやがってって心の中で思ったんですよ。その時、ね、ちょっとごめんなさい、耳疑ってるんですけど、はいはい、偉そうなことを言うんじゃねえって心の中で思ったんですけど、ぐっと押しとどめて、押しとどめたんだ。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。今全部出たけど。すいません。まあまあ、ごめんなさい。まあ、冗談はともかくとしてですよ。まあ、要は、転ばぬ先の杖何本持ってもしょうがないよっていうことを、二村さん言ってくれたんですよね。例えば、イチロー選手って、次にどんな球が来るかって予想してないらしいんですよ。カーブが来るんだろうか、ストレートが来るんだろうか予想してないと。それよりも、どんな球が来ても対処できるような構え、をしているんだと、はいはい、るらしいんですよね。だから将来に対して山を張るんじゃなくて、うん、どんな困難状況になってもある程度対処できる体制作りの方が大事なのかもしれないなと思いました。うんうん、二村さんのアドバイスを聞いてね。実際二村さんも、うん、やっぱり子供さ、3人まで作るなんて多分予想はしていなかったことだろうし、まあ、そうですね、うん、いきなりバーン子供を初めての子供できるっていうのも予想してなかっただろうし、うん、はい、やっぱその都度その都度で、そうですよ。2、3年ぐらいでお引越しをされていってるじゃないですか。うんうん、僕はそもそも今だって静岡に来るっていうこともね、うん、全く予期してないことだったし、うん、本当にわからないな、先はっていうのはね、うん、もうまざまざと感じてましたから。そう。うん、それを聞いて、僕も腹が決まって、うんうん、で、まあ、ワイフと相談して、はい、都会の方に住むことを決めたんですよ。二、うんうん、人がテンションの上がる場所に住もうと、はい、うん、で手狭になったらまた引っ越しはいいんだと、うんうん、何かね、こう経済状況が悪くなってきたりしたらまたその時対処すればいいじゃんっていうことに決めたんですよね、うんうん、で同時に家族内での方針っていうのもその時ちょっとだけ決まりまして、うんうん、今後ね、今回の家選び以外でも、はい、経済的なメリットと精神的なメリットで迷う時っていうのが、うん、また多分出てくるだろうなと、うんうんうん、まあ、簡単に言うとお金か楽しさを選ぶかですよね、はいはい、その時にみんなが家族が楽しい方を選ぼうと、うん、極端に触れてはいけないけれどもね、はいはいはい、本当にどっちもお金と楽しさどっちかを選ぶっていうので、うん、天秤にかけてどっちも選べないよっていうなった時は楽しい方を選ぶっていう、うん、いう憲法を作りましたね。なるほどね。うん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 。いや、いいと思うわ。まあ、もちろん、極端にならないようにですよ、うん、まあね。生活が破綻するような楽しさを選んではいけないし。っていうのが、つい最近の僕でした。なるほど。だから、こちらの相談者さんの言ってることもめちゃくちゃよくわかるんですよね。うん、多分、
今は割と多分町の方に住んでらっしゃるんだと思うんですよ、はい、うん、で奥様はその田舎暮らし地方暮らしをしているから、うん、地方独特の閉塞感っていうのもよくよく知っていると思うんですよね。ただ改めて言いますけれども、田舎暮らしも都会暮らしもどっちもメリットがあってどっちもデメリットがあって、うん、どっちも正解のはずなんですよ、うんうん、はい、多分人間の判断力でそれを予想して整理するってことはできないと思うから、うんはい、まあお子さんもねお二人いるわけじゃないですか、うんうん、独身の頃思い出してください。僕ら自分一人の人生もコントロールできない予想できないのに、その変数が家族4人分まで増えるわけですよね、はい、多分やっぱりこれは予想聞かないっていうのは本当のことなんだと思うんですよね。二村さんち大家族5人じゃないですか。そうですね。まあ日々こんなことになるんけっていうことばっかだと思うんですけど、そうね、だ結果を予想するってことはうちはしないもんね。まあ、あとは、自己犠牲での決断は、後々しこりになる可能性が高いので、警戒を持った方がいいんじゃないかなということですかね。なるほど。まあでも、旦那様が、ねえ、言ってらっしゃることで、そこを諌めるというのも、なんか喧嘩に発展しそうで怖いよね。なかなか言いづらいところだと思うけど、でも、私はあなたが生きたいように生きてる方が私も楽しいかなっていうのは、言い方に気をつけた上でやんわり言ってもいいのではないかなと。そうね。あなたが自分を押し殺してるのって私も楽しくないっていう。いや、すごくいい指摘だと思いますよ。その指摘は多分旦那さんはまだ多分受けてないことだと思うんだよね。結構ね、男の、なんていうか、こう、ヒロイックに酔ってしまう部分あるからね。それはちょっと良くない気はしたかな。なるほどね。まあ、どっちも正解だけど、うん、我が家は、我が家、ホイップ、荒井家は、本当の本当に悩んだら、楽しい方にしよう。っていうふうに決めました。いや、ただ、それも一つ正しいと思います、本当に。それを、まあ参考になるかどうかわからないですけれども、良い方向に転ぶことを祈っております。はいはい、二村さん的にはどう？僕もでもね、ワンオプさんが自分の家がそうやって楽しい方を選ぶってことにしたように、うん、やっぱそれって結局夫婦間の本当ね、納得できるところというかね、お互い相手のせいにするわけじゃなく、お互い双方で心から納得してる。基準じゃない。やっぱそこはね、確かに夫婦家族ってやっていく上では結構必要な基準で、そこをなんかどっちかが我慢してるとやっぱどこかで絶対崩れてくるっていうか、だから田舎なのか都会なのかっていうことじゃなくてね、あらゆることにおいてその何か基準を作っとくっていう意味では、まあ、今回一つ具体例としてそのどこにじゃあね将来的に住むかっていうのの中でも必要な要素だし、まあ、ホイップさんが言うようにやっぱそのね自分のせいにしないでねって言わないけど、なんかそういう言葉かけの、ちょっとかけるアプローチの仕方を少し変えてみるっていうのもね、なんかこう一個糸口になるんじゃないかなっていうのは思いますね。そうですね。あと俺いいこと言ってたなと思いました。ああ、いやいや、僕はその時に偉そうなこと言うんじゃねえ、兄貴分ずらするんじゃねえと、心の中では思いましたけれども。そんな悪態ついてたんだね。はい、すいません。あと聞こえないぐらいの舌打ち5回ぐらいしてました。すいません。二度と相談乗らねえわ。はい、ということで、匿名希望さん、いかがだったでしょうか。そして、ホイップ先生、今日もありがとうございました。とんでもございません。家族関係がまるっと解決する、私、波動エネルギーを込めた石、5万円で販売しておりますので、もしよかったらお問い合わせください。はい、以上、ライスオンミーでございました。ここから